それでは7時55分上五島の旅2日目スタートです。今日はですね、ちょっと作戦を考えまして、昨日は電動アシスト付き自転車がその途中でもう電動の能力がなくなってしまって、で最後の、17キロがアシストなしで走ることになったんですね。で昨日走行距離が95キロ走りました。で今日の予想だと100キロちょっと超える状態になると思うんで、下手したら20キロ電動アシストなしでまた帰ることになって、もう非常にペダルが重い状態で帰れなきゃいけないんで、今回の作戦は、昨日のちょっと最後にもお話しましたけど、まずですね、昨日は普通の道がアシスト 60% で坂道が 100% という状態で進んでたんですけど、今回はですね、もう平地もそして坂道もアシスト 60% という形で、坂道のアシストを100から60に減らしたんで、これで結構長持ちするのではないかと思います。でもう一つはですね、今僕ここ街の中走ってますけど、ここはもう電動アシストをペダルが若干重い状態なんですけどオフにしてます。これによってもう無駄なエネルギーを使わずに、どうにか今日は電動アシスト電池をパワーを残った状態でどうにかしたいと思います。早速ですね、上り坂になったんですけども、電動のそのアシスト昨日 100% と比べて今日は 60% で登ってるんですけど、やっぱり昨日ほど楽にペダルが回らないですね。アシストはまあされてるんですけども、やっぱり40% 分着実にペダルを踏む足は重くなっています。鯛の浦教会に到着しました。
でもう今日朝起きたらですね、やっぱり17キロこの重い自転車ペダルで来てた関係でもう体中が痛くて、でアラフォーなのに久々にこう筋肉痛が翌日に来るという状況で、朝起きた時はもうなんか今日旅自転車でまたやるのちょっとお苦痛だなと思いまして、一瞬このままブラブラ過ごして、あさって有川から長崎そして東京へ帰ろうかななんて弱気な一面もあったんですけど、やっぱ実際に来てみるとやっぱりいいですね。もう本当に今こうやって自然の中を進むことができて、自転車ですごい幸せです。なんていうんですかね、30代前半ぐらいまではまだ結構記憶が残ることが多かったんですけど、30代後半以降に多分ルーティーンな当たり前の生活をずっと繰り返した関係で、体感ですか、人生のその体感速度がめちゃくちゃ速いんですよ。もう30代後半から40過ぎまですごい勢いでなんか過ぎてった勢いがあって、でだんだんこう子どもの時のその体感時間っていうんですか、こうやって大人になっておっさんになっていく時の体感時間って、まあ、違うっていうのは聞いたことありますし、うすうす感じてたんですけど、ただなんかこうやって旅してる間の体感時間って子どもの頃にこう負けないぐらい結構長く感じるんですよね。だからまだ1日と今日ちょっとしか過ぎてないのにすごい濃い記憶が残ってます。もう昨日1日だけでも自分の中ではすごい濃い体感時間として塊に刻み込まれてるん でたまにこう知らない東京、まあ、周辺関東の街歩きの動画撮るときとかも1日かけて歩いたりするんですけど、やっぱりその時の記憶というのもかなり体感時間長く残ってたりするので、やっぱりたまにこういう近場遠場遠くの場所、こういう今回は五島列島もやってきましたけど、まあ、近場とかも含めてでも全然記憶に残ってたりするので、やっぱりなんかルーティンの生活から少し抜け出してたまには違う新しい体験とかをするとなんか体感時間が長く感じる人生になるのではないかと思ったりします。でこんなことを喋ってるうちにですね、今右手に教会が見えてきたんで、ついに佐野原教会にこうやって喋ってる間に着いたと思います。で結構山道かなと思ったんですけど、そんなに急な山道がない状態で教会にたどり着くことができましたね。もうこのまま今右折して、これ映像として見えるでしょうか、これちょっとワイドレンズなんで見づらいかもしれないんですけど、佐野原教会すごい綺麗な木造の白い教会、青オレンジの屋根の教会に向かってます。ということでこのまま進んでいこうかなと思います。でやばい、最後上りちょっとバッテリーオフにしてるんでかなり重いんですけど、なんとか上り切りました。本日3つ目の3カ所目の教会、佐野原教会に到着です。今結構な急勾配の山道に突入したんですけど、結構パワーセーブしているそのアシスト 60% の状態でも結構皆様にこの角度伝わるかわかんないですけど、結構な角度なんですけど、もう斜め走行とかせずに直進で 60% でも進めるので、いや全然もう昨日の帰りに比べて本当楽です。
さあ本日4カ所目、そして五島列島上五島の旅、14カ所目の教会、船隠し教会に到着しました。ついにですね、今回の旅の折り返し地点となります、29ある上五島の教会のうち15カ所目の教会、浜串教会に到着しました。今ですね、もう12時40分ぐらいになったんで、一度じゃですね、ちょっと休んで軽食をいただくことにします。すごいですね、大型の漁業船がたくさん並んでますね。で、こうやって休んでる間にですね、カメラを使ったりとか、マップを使ったりとかしてる iPhone を充電したりとか、あとApple Watchもやっぱり距離の計測とかで普段より電池が早いので、減りが、こういった休んでるタイミングで、まあ充電をしている形ですね。五島列島をこう、なんていうんですかね、島を巡りながら、チェックポイントでこうやって教会を、巡ることによって、多分普通の幹線道路では行かないような景色とかも見れるんで、そういう意味でもちょっと教会を選ばさせていただきました。やっぱり幹線道路とか町の中心部から、離れたところに基本的には、五島列島の教会というのは歴史的背景のあるので、点在しているっていう形なので、五島教会のちょっとキリスト教関係の歴史とかもですね、今日もしくは明日にお時間を、多分自転車乗りながらですけど、少し浅い僕の知識でお話しできたらなと思います。今ですね、港の方からまた、峠道の方に
また登ってる最中なんですけど、昨日って北のそのつわざき灯台の方に有川から向かっている時って、結構その次々にこう北上していく形で、その北上のしている道の途中に教会があることが多かったんですけど、今回ですね、結構今のところはなんですけど、峠からもう海まで降りて、一気に漁港まで降りて、でまた同じ峠に戻らなきゃいけないっていうのをちょっと繰り返してまして、パワーセーブとかしてる割には、最初はちょっと余裕こいてたんですけど、今はもう 70% になったんですけど、意外に電池の減りがこの繰り返ししてると早いかもしれないですね。でちょっとですね、膝の関節部分が結構痛み始めまして、勢いよくちょっと瞬発的に勢いよく漕ぐことができない状況になってるんで、ゆっくりゆっくり進んでる形ですね。平行記念碑新上五島町立岩瀬浦小学校って書いてありますね。やっぱり人口がすごい減ってできてて、やっぱり廃校がどんどん相次いでいるらしいんですよ。なのでどんどんもう学校の数が少なくなってるんで、子どもたちはこうスクールバスによって長距離のそのもう1時間とか倍によってかけて、それでこう島を移動して学校に通ってるっていうのが現状みたいですね。で、もともと今僕がいる五島列島、まあ、全域ですけど、前世紀昭和の時代には、約15万人の人がいらっしゃったらしいんですよ。で、ただ、現在は約7万人ということで、前世紀最盛期の約半分っていう、状況になってますね。まあ、日本全国でどんどん過疎化が進んでるとは人口減ってるんであるんですけど、やっぱり五島列島も、そういう形で、今人口のちょっと減の、問題があるので、まあ、移住してもらうための様々な、施策を行っている、提案を行っているという状態みたいですね。今日4月の13日なんですけど、八重桜がまだ満開と言っていいこう咲き方で咲いてますね。第16箇所目の教会、福見教会に到着しました。
峠道の途中から見た高い旅の海水浴場になっています。今日晴れてるんで海もエメラルドグリーンでものすごい美しいです。僕今ですね、中通島の一番南にある奈良尾の港の方に向かってるんですけど、長崎県出身の有名人の方で、中通島の奈良尾出身の、長浜ねるさんっていう方がいらっしゃるんですね。まあご存知の方多いと思うんですけど、で幼少期の、3歳から7歳まで奈良尾で過ごされたということで、欅坂46、今桜坂46に改名されてますけど、僕なんですかね、その集団のなんとか48とかなんとか46っていうグループ、もうほとんど知識がなかったんですよ。もうテレビとかももうほとんど見ることってないんで、でただ2019年に平手ゆりなさんが脱退されたっていうニュースを見て、その後なんかのきっかけでこう YouTube かなんかでライブの映像を見たことがあるんですよ。欅坂、ちょっとこれ休憩できそうなところがあるんで入ってみます。欅坂46のライブ映像を見たらもう衝撃を受けまして、ちょっとたまにはちょっと映っとこうかなと思います。なんかアイドルグループってもう集団で同じような踊りを踊って、なんかこう愛想振りまいて踊ってるだけみたいな勝手な偏見みたいのがありまして、でその中でその欅坂46のそのもうライブやってる映像を見たら、もうなんかとんでもないカルチャーショックっていうんですかね、受けたんですよ。もうなんか一つ一つの曲に物語性があって、だから第一曲のなんですかね、テレビとかは違うかもしれないですけど、ライブとかはもう一つのその音楽のもう曲をちゃんとフルでやりきってるっていう状態なんですね。でもう振り付けも一つ一つに物語があって、本当衝撃を受けました。で長浜ねるさんはですね、もう最初のその欅坂46のその第一次オーディションに応募して、で最終選考まで行ったらしいんですけども、ただまあ記念受験みたいな形でそのオーディションを受けさせていったつもりのそのご両親、まあ本人もそうだったみたいな話をインタビューでされてたんですけども、実際にはこうトントン拍子に最終選考まで行きまして、で結局家族の方がちょっとそれで長浜ねるさん本人をもう連れ戻してしまって、結局最終オーディションに出ることができなかったっていう状態らしいんですね。ただまあ塞ぎ込んでしまって、それでまあお姉さん長浜ねるさん、お兄さんとお姉さんがいるらしいんですけど、お姉さんがまあやらないで失敗して後悔して終わるよりもやるだけやって、もし失敗したとしても家族でフォローすればいいんじゃないっていう形で親の方にもこう助言でんですかね、アドバイスして説得していただいて、そして乃木坂46が、福岡で公演をやるときに、まあ本人とそしてご両親をそこのライブに招待して、その後に話し合って、そしてですね、欅坂46に加入が決まったんですね。まあ、2期生として。ただ、いきなりもうその欅坂46の1期と一緒に活動できるわけではなくて、一人だけの2期生で、なんかひらがなの欅坂46として活動していくっていう特殊なこうスタートをされてるんですよ。でその後ですね、セカンドシングルからご本人様はご本人は長浜さんはシングルに参加するんですけど、それと同時並行のひらがなけやきというグループにもどんどん今もうあれですよね、日向坂46ですけど、まあ、そのメンバーたちが入ってきて、なのでもうあれだけ複雑なフォーメーションだったりとか演出だったり表現で欅坂46だけでも大変なのに、もう一つのグループのひらがなけやきの中心人物としても同時にもうライブ単独ライブとか出ながらもう同時にこう並行しながらしていくというものすごい激務をされてたみたいなんですよ。でもうすごい頭のいい方なんで、なんか高校の時もそのクイズが得意で、高校生のクイズ大会とか全国クイズ大会の長崎代表になったのかな、決勝まで行く、長崎大会の決勝まで行くようなすごい頭のいい方なんですけども、
なのでテレビとかもすごいたくさんこう引っ張りだこで出られて、本当にもう大変な激務の中、欅坂46を平手友梨奈さんとのツートップで、まあ、牽引をしていかれたという存在で、そして2019年のアニバニサリーライブでご卒業されて現在に至るという形で、まあ、1年ほど休養されて、そしてセブンズルールか何かのそういう名前の番組でレギュラーになられて今いらっしゃったりして、多方面で活躍されていると思うんですけども、本当になんかもうライブ映像とかこうインタビューとかですね、見る限り本当にこう頭のいいお優しい方だと思うんで、本当にそういう方には幸せになってほしいなと。
本日9箇所目、そしてトータルで19箇所目となる大平教会にたどり着きました。今ですね、現在電動付きアシスト自転車のバッテリーが 20% あるんですよ。で、あとはもう宿に帰るだけで約9キロなんで、多分行けると思うんで、昨日やっていたオートマチックモードに変えました。まあ、こういう今登ってるようなすごいきつい坂はもう 100% アシスト。さっきまでは 60% だったんで、そう 100% アシストのモードにして行ってました。めちゃくちゃ楽です。あとはもうこれバッテリーが持つことを信じて、橋口旅館まで行きたいと思います。まあ、多分もう行けると思いますね。明日なんですけど、今日9箇所、昨日10箇所なんで、全29の教会があるんで、明日、10箇所の教会を巡らなければいけないんですね。ただですね、今日の夜からもう中通島、そしてこの若松島は天気予報が雨になってるんですよ。しかももしかしたらちょっと風が出るかもしれないという、非常にこの2日間の素晴らしい天候と比べるとかなりバッドコンディションの中行かなければいけないんですけど、だからせっかくなら29教会きちんと巡って中通島、若松島を満喫したいと思うんですけど、今大事件ですね。ですね、これちょっと撮ります。オートマチックモードにしてまだ多分1キロちょっとしか走ってないのに、一気にですね、見えますか、パーセンテージが 7% に落ちてます。これやめよう、オートマチックモード、やばい。まだ多分7キロ以上あるのに、やべえなこれ。ちょっと通常の60% に戻して、どうにか 0% になる前に、でもこれ勢いよく下がるんですよ。やべえな、100にすんじゃなかった。まあ、どうにかしてですね、宿に戻って、もうご飯の時間とかも決めてるので、もその前に風呂も入りたいんで、まあ、どうにかたどり着いて1日を無事終えたいと思います。宿まであと3キロを切りました。ただですね、電動アシスト機能の電源がですね、数字見る限りは 0% になりました。達観山延地って書いてありますね。100m、多分すごい景色のいい、見晴らしのいいところだと思うんで、多分 100m なら30秒ぐらいで走ればいけるぐらいの距離なんで、ちょっと宿に戻る前に、まだ時間は多分風呂入ってからご飯食べる余裕はまだありそうなので、ちょっと自転車はですね、向こうに置いてこのまま徒歩で行ってみます。で、ほとんど昨日も今日もそうなんですけど、食べ物って宿以外お金何も使ってないですからね。まあもちろんお金使うような場所がそんなにないんですけど、本当になんか無料でこんなになんか充実した2日間、明日もありますけど、過ごせるってすごいっすよね。もちろんそれまでに飛行機乗ったり船乗ったりとかは、まあレンタル自転車借りたりはしてるんですけど、まあそれでもなんか自分から楽しむ姿勢さえあれば、お金なくてもなんか楽しくなんか旅行旅できますね。あ、でここの見晴らし台からこれですね、さっき渡ってきた若松大橋でしたっけ、
で、若松瀬戸と言われているこの景色どうでしょうか。長崎では平戸瀬戸っていうところもそういえば行きましたけど、いいですね。一日のエンディングにいい景色だと思います。じゃあ今日、あ、もう宿がある町もなんか向こう側に、ちょっとこれズーム機能ないんで見えないんですけど、エネオスの看板とか見えてんで、もうあとは下りだけですね。よかったよかった。じゃあせっかくいい景色なんで、今日はこれでエンディングとさせていただきます。で、マスクしてないので、ちょっと一応謎のマスクマンなんで顔はちょっと映せないんで、このまま、今日は、お別れと言いたいです。なんか変だな、また最終日の動画でお会いしましょう、さよなら、さよなら、さよなら。